はい、皆さんお疲れ様です。高一です。そしたらですね、今日も勇者の選択肢がおかしい、こちらのゲームの続きをやっていきます。まず前回、そう違う、前回あの第1話で気になるところがあったんですよ。気になる選択肢が1個あったんですよ。なんでちょっとそこをまずやっていきたい。これちげえか、ちょっと最初ニューゲームでやるしかないのか。ちょっと一回行ってみよう。もう何年も動きがなかったというのに、やはり何かを企んでいるのだろうか。なんと答えますか。そう、この選択肢で一番下のこれ、僕の名前山田なんですけど、ここだね。これを一回やってみたかったんですよ。どうなるのか。レッツゴー。いや、僕の名前山田なんですけどすげえ名してんな勇者高一。突然発した勇者による謎の発言に仲間たちはとても戸惑いました。まあそりゃそうだよね。いきなり勇者高一山田だぜ言うたらびっくり。ああやばい。それとも緊張でおかしくなったとかっすか兄貴。みんな困ってるよ、みんな困ってる。そうだな、本人がそう言っているのであれば、これからは山田と呼ばせてもらおうか。名前山田だっちったよ。山田か。おお。あ、随分とさらに奥へ奥へと進んでいきます。まあね、いつまでも悔やんでても仕方ないからね。すると草むらのあたりから何者かの気配をあなたは感じ取りました。覗いてみますか。これ確か前回ハイにしたんだよな。でそれでスライムが出てだったから、これいい家にしよっか。スタコラさっさと。あれ、おい山田、あそこの草むらから何か気配がするぞ。地盤結局さ誘導されちゃうのか。地盤にどうなんの。国の住民に危害を及ぼすモンスターかもしれない。確認していかないか。真面目だな地盤。まあそりゃそうか、勇者ご一行だもん。やっぱり確認していく。それでも先に進む。確認するとスライムでしょ。いやここはあえてもうスライム虫ルートで行こう。死ぬ確率高えしな。それでも先に進む。きっと子犬か何かだろう。それより先へ進もう。これはもう正しい判断だね。ラスボス級のさあスライムがいるから。そう言い放ち、あなたは仲間のジバンの言うことを聞かずに歩き出しました。これ大丈夫かな、後でお前俺のこと信用してないんだろうみたいな、なんかそんな感じになってしまうのだろうか。そうか、お前がいるのなら先へ進むか。ゴーゴース。いや、やっぱ相変わらずあれだね、シェーラはいい感じの。うん。気を取り直してさらに先へ進んでいくと、近くで水の流れる音が聞こえてきました。あー、これあれだ、もうすぐ川にたどり着くようですなどと考えていると、山田はすぐそこに赤く実った果物があることに気がつきました。本当に変わるんだねこれ。なるほどね。はい、とても美味しそうですが、もしかしたら毒があるかもしれません。食べますか。前回これ食べてしまったらダメだったから、今回は食べない。度胸のなかったあなたは果物を食べることなく先に進むことにしました。そう、何度も引き返すことは可能だったというのに、それでもなお先へと進んでいきます。あなたの選択は果たして正しかったのでしょうか。もしかしておかしな選択をしてしまったんじゃないか。そんな思いが頭をよぎる中、勇者一行は魔王のもとへと足を確実に進めていきました。まあもうおかしな選択してっけどな、山田になってっからな名前が。よし、オッケー、無事にクリア。あ、一回これセーブしとくか。オッケー。ん？セーブしますか。よし、じゃあ初ですね、第2話。
行ってみましょう。第2話、この橋渡るなよ、絶対渡るなよ。勇者一行は着々と魔王の城へ向かいます。しかしたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうです。そんな中、仲間のジバンは二人に声をかけました。そろそろ橋が見えてくる頃だ。順調に魔王のもとへと進めてはいるが、気を抜くなよ二人とも。天狗にならないようにな。なんと答えますか？分かった、気をつけるよ。俺がいればモーランってちょろいから大丈夫だぜ。天狗じゃなくて山田なんですけど。まだ引っ張るのか。ちょっとここはあれだな、なんかお調子者の主人公というか、ちょっとそれを演出したいからこれでいこうかな。真ん中かな。は、俺がいれば魔王なんてちょろいから大丈夫だぜ。あなたは自信満々にそう言い放ちました。いや、頼もしいのはいいことだが、油断は禁物だということを頭の片隅にでも置いといてくれよ。さすがっす兄貴、一生ついていくっす。いいね。森の中、さらに奥へ進んでいくと、そこには大きな川がありました。ほう、あれ？これは？そこにはとても古臭い木の橋と一つの看板が立てかけられていました。その看板を読んでみると、この橋危ないから渡るなと書かれています。どうしますか？仲間に相談する、真ん中を渡る、危ないので橋を倒しておく。この橋危ないから渡るな、絶対渡るなよって言ってたから橋はぶっ壊そう。危ない橋が現れた。これ戦うんかい？ジバンは何をとち狂ったんだと呆れながら橋に襲いかかる山田を問いただした。しかし効果はない。シェイラは山田に精神状態異常回復魔法を唱えた。しかし効果はない。あなたの行動ターンが回ってきました。みんな心配してんじゃんか。危ない橋に通常攻撃、危ない橋を挑発する。え、見逃してやったら変わんないよね。通常攻撃、一回挑発してみるか。一回挑発しよう。もしかしたら何か化けてる可能性もある。山田は走り、かかってこいよと挑発しました。しかし効果はない。ジバンは山田を止めるために川の水に魔法をかけた。何？川の水は竜へと姿を変え、山田に襲いかかります。仲間割れ始まった。ヒット、山田に126のダメージ。大丈夫か？あなたは濡れたことによりしょんぼりしてしまいました。ああ、頭は冷えたか？ジバンは低い声であなたにそう語りかけます。さっさと進むぞ。そう言ったジバンは荒っぽく二人の体に触れたかと思うと、ヒュンと音を立ててあっという間に橋の向こう側に移動しました。あ、なんか瞬間移動みたいな、ワープみたいなしたんか。すごいな。そんなこんなでなんとか橋の向こうに渡れた勇者一行はさらに奥深くへと歩を進めます。おや、これうまくいったんでは？するとそこに一人の中年の男性が座っており、店を構えていました。なんか怪しいなこいつ。こんなところで店構えてんの？森の中じゃん。その商人があなたたちに気づくと嬉しそうに明るい声で話しかけてきます。あ、優しそうじゃん。ああ、こんにちは冒険者たち、よかったらうちの商品見てってくださいね。いいね、優しい感じだ。ここには冒険に便利な乗り物専門店ですよ。空飛ぶほうきや魔法の靴、何でも揃えております。それを聞いたシェイラは目を輝かせてあなたの服を少し引っ張りおねだりをしてきました。正直私ちょっと疲れちゃったっす。兄貴、何か買っていきませんか？いや、そんな風に頼まれたらね。山田の兄貴、なんと言いますか、てか意外と山田がもう馴染んでるね。気づかないうちにもうやばいな、馴染んでるわ。もちろん買っていこう。疲れたのなら俺に乗ればいいじゃないか。いや、買わないよ。あー、
普段の俺だったらもちろん買っていこうなんだが、ここはやはりこれだね。疲れたのなら、疲れたのなら俺に乗ればいいじゃないか。だからおんぶしてあげるってことでしょ。そう言いながらあなたはシェイラに腰を突き出しました。うんうん。え?当たり前ですが、シェイラは慌てている様子です。見かねたジュバンがあなたの尻をどつきました。これぐらいさっさと買ってやればいいだろう。変な行動を起こすんじゃない。冷静なね、ジュバンが。何を買うんだ?これぐらいさっさとって。資金管理係のジュバンは山田を睨みつけながら財布を取り出しました。大人数での移動ならこの辺りがおすすめですよ。そう言いながら商人は3つの商品を目の前に並べて見せてくれました。1つ目は大きなほうき、2つ目は空飛ぶ絨毯、3つ目はセグウェイでした。セグウェイってなんか懐かしいな。どれにしましょう。兄貴が決めてくださいっす。なんかさ、ちょっと真面目に選んでもいい?絨毯がいい。だって、ほうき、このほうきに3人乗るってきつくない?で、セグウェイってこれ一人乗りでしょ?ちょっとここ、絨毯にしていい?絨毯にしようか。空飛ぶ絨毯を手に入れた。早速乗ってさっさと出発しようか。ジバンだから。早速乗ってさっさと出発しようか。じゃないと日が暮れてしまう。ジバンは絨毯を手にし、バサッと広げました。どうしますか?絨毯に飛び乗る。じっと見ている。とりあえずじっと見ようか。観察大事。あれか、ジバンをじっと見るのね。なんだよ。3人は乗り物に乗り込み、商人に見送られながらその場を後にしました。さて、そんな数々の困難を乗り越え先へ進んできた勇者一行でしたが、移動している途中でそろそろ月が暮れ始めてきました。月が暮れ始めてきたって面白いね。なんかあと湿っていた勇者もすっかり乾きました。あれよかったね。あれもしかしてこれ絶対濡れるのか、勇者は。どんなあの選択肢をしたとしても、そんな気がするね。一度食事や休憩などの休息を挟むべきじゃないかと全員が考えていたその時、ジバンが一つの提案をします。ここを少し行った先にコンプレアンノという一つの町がある。そこへ休憩と準備のために寄っていかないか。うん。このまま暗くなった森の中で野宿するよりかは断然いいと思うんだが。どうしますか?どうしようか。まあ、街に寄らずに先に進む。お腹も減ってるだろうしね。まあちょっと寄り道して行きましょう。町に寄ることは賢明な判断だと言えるでしょう。ああ、なんか山田喜んでるわ。そう思ったあなたはジバンの提案を受け入れることにしました。よかった、まだ正常な判断ができるみたいだ山田には。1時間ほど移動するとその目的である町が見え始めます。てかあれだね、ジバンの爪は紫かな、紫色してんだな。あれ、山田の爪って何色だったっけな。シェーラは確か黄緑とかだった気がする。町に入るべく勇者一行は入り口付近に降り立ちました。見てみるとその町は大きく厚い壁に囲まれ、門の付近にはいかにも手だれそうな門番が2人もいます。強いんだね。まだ戦ってねえからわかんないけど、さすがに魔王の国から近い町というだけあって防護対策は万全なようです。さあ町に入ろうとしたその時でした。足元にある看板に注意書きが書かれていることに気がつき、あなたはそれに目を通しました。
さてさて、何と書かれているんでしょう。そこにはこう書かれていました。赤い人侵入を断り、バイ魔王城に一番近い町コンプレアンノ。赤い人侵入を断り、どうやら赤い人はこの町に入れないそうです。入れないようです。赤い人、あなたの服装は全身赤色なのでこの町に入れないかもしれません。あ、山田、これから一体どうなってしまうのでしょうか。この魔王を倒す勇者たちの冒険は休息することすらも一筋縄ではいかないようです。あれ、あ、終わり。あ終わったね。一回セーブしとくか。じゃあセーブ後、あれ、この後すぐセーブじゃねえや、またなんか来そうだな。まあ、ちょっとやっていくか。あれ、あー、これ後でやっときますね。セーブはしたんで大丈夫です。じゃあ行きましょう。魔王城に一番近い町コンプレアンノ。勇者一行は魔王城にたどり着く前に一度準備をしておこうと町に立ち寄ることにしました。しかし赤い人は立ち入り禁止という看板が立っているみたいです。あなたは赤を基調とした服装をしているので看板に書かれている赤い人に当てはまるのではないかと、その場の全員がそう考えます。どうしますか。堂々と入る、おもむろに服を脱ぐ、赤い人じゃなくて山田なんですけど叫ぼうか。行きましょう。赤い人じゃなくて山田なんですけど絶望している。あなたは言い放ちました。ああ、それはもう分かっている。お前が山田であることを否定する人はここにはいないんだ。胸を張って思う存分山田でいろ。自信を持っていいっすよ、山田の兄貴。あなたはもう山田である自身を否定されることなく受け入れられているようです。なんて素晴らしいことでしょう。ああ、さすが勇者の仲間たち。とりあえず門の近くまで行ってみるか。全身赤っぽくったってお前のその謎の勢いがあれば通してもらえると俺は思う。一理あるっす。勇者一行はまあなんとかなるんじゃねーという考えで門前まで行ってみることにしました。行くか。門の前には二人の門番が立ち構えており、まずシェイラは何も言われることなく門を通り抜けられました。まあね、服装は緑、服の赤い人である山田も何も言われることなく門を通り抜けられました。あ、服は問題ないのか。ジバンだけが二人の門番に止められ声をかけられました。おっと、何があった。ジバン、ちょっと身体チェックさせていただいてよろしいですか。え、お、俺のどこが悪いって言うんだ。戸惑う地盤に門番たちはつかみかかります。急につかみかかれた地盤は焦った様子で抵抗しました。どうしますか。門番を殴り地盤を助ける。おとなしくするんだと門番と一緒につかみかかる。全員落ち着かせる。まあまあ真ん中だろうね。おとなしくするんだと門番と一緒につかみかかってみよう。おとなしくするんだこのクソガキ野郎。あなたはそう言って門番と一緒に地盤につかみかかります。うわ、何なんだ、何をするんだ山田。みんな困っている。その場の全員が今の状況を理解できず混乱しています。身体チェックをさせてほしいだけなんですが。もみくちゃになりながらも己の仕事を完遂しようと門番の一人がジバンのフードに手を伸ばします。それに気づいたジバンは焦った様子で杖を握りました。あれ、ちょっと待って、ジバンの爪の色が変わってる。いや違う、これ門番の爪の色か。
やめろ貴様ら。そうジバンが叫ぶと、上空に大きな黒い雲が現れ、ジバン以外のその場にいた全員が雷に貫かれました。あー大変じゃん。あなたは意識を失いました。あーやばい、これあれだ、バッドエンドだ。焦ったジバンの暴走で雷に貫かれた勇者とシェイラはジバンに運ばれて国に帰ることとなりました。ダメージを受け痛い思いをしたはずなのに、頭が真っ白になり全身が貫かれたのように響くあの感覚、勇者はなぜかそれが忘れられません。もう一度雷に打たれたいとまで思うようになりました。勇者は確信しました。そう、この気持ちはきっと恋であると。もう一度会いたい、あの雷に、淡い恋心に支配された勇者は魔王退治どころではありません。勇者と自然現象の恋、どちらが成就するのでしょうか。恋の落雷。もうそんなに気になるんだったらジバンに落としてもらえばいいじゃんね。ノーマルエンド9。いやー、たどり着けなかったか。掴みかかっちゃダメなんだな。オッケーオッケー。じゃあ続きやってっか。マメにやっとくべきだったな。まあ、いっか、行くぞ。さあさあさあ。そう、立ち入り禁止だからね。あ、これさっき山田なんですけどにしたんだけど、どうしよっか。おもむろに服脱いでみるか。赤い、服が赤いことがダメなのならば、いっそのこと全部脱いでしまえばいいじゃないか。そう思ったあなたはおもむろに服を脱ぎ始めます。キャー！シェイラはその様子に驚き悲鳴を上げました。その声を聞きつけて門の前に立っていた門番が全力疾走でこちらに向かってきます。何をしているんだ貴様！あなたは門番に取り押さえられてしまいました。わあそうだよね。暴れて門番を倒す、正直に謝る。暴れて門番を倒そう。話せ！うわあ！あなたは雄たけびを上げながら力いっぱい腕を振り回し、門番による拘束を振り払います。その後反撃として二人に拳を振り上げたその時でした。門番の一人が命の危機を感じ、あなたに転送魔法をかけたのです。あなたは罪人として仲間の助けも届かない牢屋へと転送されました。あなたの冒険はこんなところで終わってしまいました。やっちまったわ。裸で暴れた勇者は当然のごとく捕まってしまいました。その後仲間の特にシェイラの助言により牢屋から出ることができた勇者たちでしたが、勇者が罪を犯して捕まったという噂はたちまちに広がり、魔王退治どころではなくなってしまいました。清く正しく、そしてみんな強く守ってくれる、そんな立派な勇者像は崩れ落ちてしまったのです。しかしちょっと悪いぐらいがかっこよくね、そう思った勇者はちょい悪勇者、もといダークヒーローとなって、再度復帰を目指し日々努力を始めました。おー罪人勇者。まあこれはこれでいいんじゃないでしょうか。シェイラがなんかあれだね、助けてくれてんだね。よくで、あのジバンはもう完全に呆れちゃったって感じなんかな。まあそんなことでもめげない勇者、目が赤いけどね、赤くなってるね。今度コンタクトかしら。じゃあ続きいくか。よし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 、なんかエンディングを無事回収しているな。こう毎回これあれだな、めんどくさいな。あー、てかあれだ、セーブすればいい話なんだよね。さあここは堂々と入ってみるか。一回ちょっとセーブする、一回セーブしよう。よし、堂々と入ろう。服が赤い人じゃなくて好きな色が赤い人が立ち入り禁止なのかもしれないし。なるほど、そう考えたあなたは堂々と町の門をくぐることにしました。門の前には2人の門番が立ち構えています。シェイラは何も言われることなく門を通り抜けられました。さっきと同じだね。あ、山田も大丈夫。そしてジバンが止められる。さあどうなる。身体チェックが始まり、悪いって言うんだ。ここだ、この選択肢だな。一回セーブしよう。
さてさて、さっきは門番とつかみかかった、これ殴っちゃうと多分また捕まるか、どうすっかな。うーん、一回殴ってみっか。俺の仲間に何をするんだ、かっけー、そうかっこよく叫びながら山田は門番をボコボコにしました。さすが勇者と呼ばれるだけあって、あなたはとても強く、数秒でその場を制圧してしまいました。ありがとう山田、しかしちょっと手荒すぎるんじゃないか。なんてことだ、俺たちがこんなに簡単にやられるなんて。増援を呼ぶんだ今すぐ。やばいやばいな。ママ待ってくださいっす、私たち怪しいものじゃ。そうだぞ、まずお前たちがいきなりつかみかかったから悪いんだろ。ええやべ、ちょ待った、スキップしちゃったよ。なんか無事だったみたいだね。一回ちょっと待って戻そう。門番を殴る、はい、スキップしちゃったよ。で増援を呼ぶ、待ってくださいっすってなって、そう悪いんだろう。ジバンとシェイラは門番に対して必死に弁解をします。体をチェックさせてくれってちゃんと言ったのに。でもジバンの兄貴には赤いところなんてどこにも見当たらないっすよ。なんで身体チェックする必要があるっすか。すると門番はの2人は目を丸くして言いました。いや、そこの彼は兜をかぶってて顔がきちんと見えないじゃないですか。赤い人っていうのは目が赤く染まっている人のことだぞ。最近はどこもかしこもこの話題で持ちきりなのに知らないのか。初耳だな。勇者一行は赤い人について門番からより詳しく聞くことにしました。最近凶暴な魔物が増えてきているんだが、それと同時になぜか凶暴な人間も増えてきている。問題が報告されているんだ。まるで勇者だな、凶暴な人間。その凶暴な魔物、人間には同じ特徴があることが最近発見されて、それが赤いということなんだ。凶暴な魔物は基本的に爪や舌などの体のどこかしらが赤く染まっていることが多くて、凶暴な人間は瞳の色彩に赤色が出ることが多い。これは魔王の何か企みによる影響じゃないかとも噂されているんだ。だからこの町でも赤い部分がある人間は立ち入り禁止の条例を出しているというわけだ。なるほど、瞳が赤いのは魔王の。確かに。最近魔物が暴れているとだけは聞いてたっすけど、人間まで暴れているのは知らなかったっす。門番がそう話し終えると、ジバンの方へ向き直りこう語りかけました。ということなので、そこのあなた、目の色彩を確認するためにその兜を一度脱いでもらっていいですか。承知した。ジバンはフードと兜を少し浮かせるようにして、目の色彩が確認できるようにと門番の二人に素顔を見せました。まだ俺も見たことがないんだよな、ジバンの素顔は。その素顔を見た門番たちはハッとしたような表情になると、次に申し訳なさそうな、罰が悪いような、そんな何とも言えない顔をしてこう言いました。問題ありません、お手数おかけしました、どうぞお入りください。何があった、何かあったのかな。なんかあれか、もう顔中入れ墨だらけとかで門番もさすがにビビっちまったみたいな。それかなんだろうな、なんだろう、どんな表情なんだ、めっちゃ気になるわ。そんなこんなでようやく勇者一行は町に足を踏み入れることができたのでした。いろいろあったけど、なんとか町に入ることができたっすね。ああ、早速だが、休憩や資源の調達を始めようか。私、お腹空いたから、料理店でご飯食べたいっす。いや、飯の前に先に雑貨屋に行って、資源調達しておく方がいいんじゃないか。
山田の兄貴はどこがいいと思うすか？決めてくださいっす。じゃあまず飯食おうかね。やっぱご飯お腹減ってるとさ、なんか余計なもん買っちゃったりとかするかもしれないし、スーパーとかコンビニとかでね。じゃあ料理屋行こう。まずご飯食べに行こっか。にこやかに笑いながらあなたはシェイラにそう言いました。やったっす。いや、なんかシェイラちゃんほんと可愛いな。シェイラは嬉しそうです。これシェイラの好感度上がったんちゃうか。ということで勇者一行は料理店にやってきました。なんか骨がなんだろう、飾りに使われている怪しげな料理店じゃなかろうか。街に入ると早速店員が話しかけてきます。いらっしゃいませ、お客様は3名様でよろしいですか。なんと答えますか。一回ちょっとセーブしとくか。お客様じゃなくて山田なんですけど。あなたはそう言い放ちました。すまない、こいつのことは無視してくれ。発作みたいなもんなんだ。3名で大丈夫っす。はい、わかりました。ではこちらへどうぞ。店員に案内された席に勇者一行は座り込みます。そして店員は目の前にメニュー表を置いていきました。ごゆっくりどうぞ。まず何か飲み物を頼もうか。大丈夫かこの勇者一行。山田は多分普通の爪だな。なんか俺爪気になっちゃう。そういった地盤はウーロン茶を。シェイラは少し悩んでフルーツオレを注文しました。何を注文しますか。そういお茶、タピオカミルクティー、赤い木の実ジュース。これやばいやつだろ。シェフの気まぐれジュース、面倒なのでシェイラに代わりに頼んでもらおうか。あなたは考えるのが面倒になり、代わりにシェイラに頼んでくれと頼みました。なんかちょっとだけシェイラ顔が赤くなってて、なんか山田の目がさチラッ。じゃあ兄貴が好きなホットミルク頼んどくっすね。その数分後、目の前に置かれたその飲み物を勇者一行は口に含みました。とっても美味しい。気持ちが満たされていくのを感じます。料理の注文も終わり、しばらくしてからシェイラが自身のフルーツオレをあなたに差し出しながらこう言いました。このフルーツオレすごく美味しいっす。よかったら兄貴も一口飲んでみてくださいよ。何の抵抗もなくにこやかに笑うシェイラは、あなたがこのストローが刺さったままのジュースを飲むことを望んでいるようです。あー、どうしますか。ストローを抜いて飲む、ストローを使って飲む、ストローを食べる。ストローを食べるか。あなたはありがとうと伝え、シェイラの唇が触れたストローを口に含みました。このストローすごく美味しいね。変態じゃん。シェイラは困惑した様子であなたを見つめています。直後、地盤の杖の先端があなためがけて飛んできました。まあそうなるわな。そんなこんなでその後何事もなく食事を済ませ、勇者一行は料理店を後にしました。あ、やばい、さっきの選択肢でセーブしとけばよかったわ。よし、美味しかったっすね。何食べたんだろう。なんか全然ご飯については触れなかったな。次はどこに行きますか。まあ、雑貨屋だよね。次は雑貨屋に行こう。あなたはそう言います。そうだな。はーい。ということで勇者一行は雑貨屋にやってきました。店に入ると店員らしく人物が話しかけてきます。いらっしゃいませ、お客様、ゆっくり見ていってくださいね。お客様じゃなくて山田なんですけど。お客様じゃなくて山田なんですけど。あなたはそう言い放ちました。すまん、無視してくれ。こいつの発作みたいなもんなんだ。あら、そうでしたか。あら、そうでしたか。さすが接客業の人種なだけあって、
変人の扱いには慣れているのでしょうか。店員は何事もなかったかのように仕事に戻っていきました。Z 店内を見渡してみると、とても品揃えがいいようで、様々な道具が置いてありました。そこで資金の管理係であるジバンが、まるで母親のようにこう言いました。一つまでなら好きなものを何でも買ってやる。どれか選ぶんだ。やったっす。そう言われたあなたとシェイラはウキウキしながら店内を見て回り始めました。どれを買ってもらえますか。お花のブローチ、シャボン玉セット、魔法の杖、店。一回セーブしたいね、これは。まず店にする？まず店っておかしいか。まずお花のブローチにするか。お花のブローチ買って。あなたはそうねだりました。なぜそんなもの。まあいいけど。お花のブローチを手に入れた。あ、いいね。欲しいものも手に入れ、必要なものも買い終わった勇者一行は雑貨屋を後にしました。今日はもう休もうか。あなたそう二人に伝えました。あなたはそう二人に伝えました。だろうね、きっと。これやることは大体済ませたよな。そうっすね、兄貴の言う通り。そろそろ宿探ししましょう。勇者一行は今日泊まるべき宿を探し始めました。そして少しボロい一軒の宿屋の前にやってきました。宿屋に入り、カウンターの店員に話しかけます。お帰りなさいませ。お客様、今日はどういったお部屋に泊まられますか。お帰りなさいませ。なんかあれだね、メイド喫茶みたいな、そんな感じなんだろうか。過去に一回だけ行ったことがある、メイド喫茶は。あれ、その時はどうだったっけな、忘れちゃったな。どんな部屋が空いてるの。お客様じゃなくて山田なんですけど。山田なんですけどね。お客様じゃなくて山田なんですけど。あなたはそう言い放ちました。なんでもないんだ。こいつちょっとおかしくて、空いてる部屋を教えてくれ。今日はお客様が少なくて、基本どんな部屋でも空いております。一人一部屋でも大部屋でも宿泊可能ですよ。どうしますか。ちょっと一回セーブして OK。 とりあえず一人一部屋ずつ泊まる。一人一部屋ずつ泊まろうか。あなたは二人にそう意見を伝えました。まあそれが妥当か。ちょっと寂しいっすけどね。あれ、シェイラちゃん、みんなで泊まります。したら、ではそれぞれのお部屋番号の鍵をお渡ししますね。そして3人はそれぞれの鍵をもらい、今日はもう休憩しようかという話になりました。2人と別れ、あなたは借りた部屋に入りました。とても疲れたあなたは寝る前の準備を済ませベッドに入り、さっさと眠ることにしました。なんせ一人きりなのだから何も気を使うことはないし、面倒なことを考える必要はないのです。明かりを消して目を閉じて、あなたは深い眠りにつきました。眠りについてどれほど時間が経ったでしょうか。あなたは多少の息苦しさを感じ、うっすらと目を開けました。すると視界に奇妙なものが映ります。なんだろう、夢だろうかと大して気にも留めず、あなたは再度眠りにつこうとしていました。しかし奇妙なそれは徐々に近づいてきて、あなたに語りかけました。勇者よ、目覚めるのだ。カタカナかい。低くうなるようなその声に、これは夢じゃない、そう思ったあなたは目を見開き、ベッドから飛び起きました。すると目の前には鎧をまとった巨体が立ちはだかっていました。一見見ると人間のように見えましたが、鎧の隙間からはみ出す獣毛が彼が魔物であることを物語っています。きっと魔王の仲間だ、そう思ったあなたは体が身構える感覚を覚えました。しかし
今まで寝ている無防備な勇者を目の前にしていたというのに、彼は一向に襲ってくる様子はありません。彼らの目的は何なのでしょうか。一体魔王は何を企んでいるのでしょうか。勇者たちの冒険は一筋縄ではいかなそうです。最後に一言、あなたはこう言いました。あ、出た、セーブしとこ。一体何を企んでるんだ。ふざけるのも大概にしろ。魔王の使いが鎧かっこいいですね。鎧かっこいいですね。苦し紛れのなんかあれだな。鎧かっこいいですね。あなたの言葉に目の前の魔物は答えました。ありがとう、めっちゃ嬉しいわ。多分関西弁だよねこれは、きっと。あ、終わったわ、終わった。第3話、魔王城に近い町コンプレアンド、あ、無事終わりました、よかった。待って待って、とりあえず一旦セーブして、ちょっと続きの分岐やってみたいんだよね。ちょっと一回ロードしてもいい？どこだったっけな、これかな。あ、そうそうそう、お花のブローチとかのやつだな。これシャボン玉セット買ってみるか、一回なんか変わるかね。シャボン玉したい、シャボン玉買って、あなたはそうねだりました。子供みたいなものを欲しがるな。まあいいけど、シャボン玉セットを手に入れた。あ、なるほど、これでこの選択肢に行くわけだね。じゃあこのまま進めて、今度はみんなで泊まってみよう。お客様が、あ、一回普通に聞いてみようか。どんな部屋が空いてるの？あなたは店員に問いました。あー、さっきと同じだね。じゃあ大部屋に泊まろう。今度はみんなで川の字になって寝ようじゃないか。みんなで大部屋に泊まろうか。あなたは二人にそう意見を伝えました。しかし男女同じ部屋ってあまり良くないんじゃないのか。シェイラも普通に嫌だろ。私は二人となら別に構わないっすよ。え、そうなのか。では鍵をお渡ししますね。そして大部屋を借りた3人は、今日はとても疲れたからという理由でさっさと寝ることにしました。寝る前の準備を済ませ、勇者一行はベッドに潜り込みます。あれ、ジバン何持ってんだ、その手のスイッチみたいなの。あー、明かりのや、あれか。じゃあ明かりを消すぞ。おやすみなさいっす。部屋は一瞬で真っ暗になりました。そして二人とももう眠ってしまったのか、あたりはシンと静まり返ります。どうしますか。さてさて、これ一回セーブだな。よし。好きな人いるのとシェイラに話しかける。好きな人いるのとジバンに話しかける。まあシェイラだろうね、ここはね。好きな人いるの。あなたはこっそりと小さな声でシェイラに話しかけました。ん？シェイラがんってなってる。シェイラは顔を赤くしてこちらの方を見てきました。明日も早いんで早く寝てくださいね兄貴。そうそっけなく返事をすると、シェイラはそっぽを向いてしまいました。どうしますか。諦めて眠る、ごめんねと謝っておく。じゃあごめんねと謝っておこうか。ごめんね。あなたは一言謝りました。ふふ、怒ってないっすよ。あーいいじゃん。クスクス静かに笑いながらシェイラはこちらに向き直ってくれました。眠れないんすか。なんと答えますか。眠れないんだよ。じゃあ兄貴が眠れるようにお手伝いするっすね。何？そう言ったシェイラは手をあなたの頬に伸ばし、そしてそっと触れてきました。あら、その手のひらからはじんわりと優しいシェイラの体温が伝わってきて、とても心地がいいです。一番いい
回復薬は睡眠っすからね。よく寝てください、山田の兄貴。いい笑顔じゃないか。温かいぬくもりと、その優しい笑顔に眠気に誘われたあなたは、深い眠りにつきました。いやー、これはいい夢見れるわ。あ、これさっきと同じかな？眠りについてどれほど時間が経ったでしょうか？あれ？違う。さっきと違うわ。あなたは多少の息苦しさを感じ、うっすらと目を開けました。え、これシェイラが変わっちゃったのかな？目の色？あれ？すると視界に奇妙なものが映ります。なんだろう、夢だろうか。と大して気にも留めず、あなたは再度眠りにつこうとしました。え、実はシェイラこれ魔王の手先だった説？しかしキムヤのそれは徐々に近づいてきて、あなたに語りかけました。ねえ起きて、勇敢な勇者様。聞き覚えのない女の声が聞こえ、これは夢じゃない、そう思ったあなたは目を見開きベッドから飛び起きました。あ、聞き覚えねってことはシェイラではないか。すると目の前には陽気な雰囲気を漂わせた一人の女が立ちはだかっていました。その女は一見人間のように見えましたが、体の至るところに体のところどころに見える奇妙な角や触覚が彼女が魔物の類であることを物語っています。触覚、え、触覚って何？あの、なんだろう、この首から下にかけてのなんかやつか。きっと魔王の仲間だ。そう思ったあなたは体が身構える感覚を覚えました。さっきのやつとは違えな、こいつ。しかし、今まで眠っている無防備な勇者一行を、確かにそうだね。見せたというのに彼女は一向に襲ってくる様子はありません。まあ鼻から相手にされてないのか何なのか、彼女らの目的は何なのでしょうか。一体魔王は何を企んでいるのでしょうか。勇者たちの冒険は一筋縄ではいかなそうです。最後に一言、あなたはこう言いました。一体何を企んでるんだ。あ、これあれか、これ同じ選択肢なのかな。おっぱいの形いいですね、しようか。おっぱいの形いいですね。なんかそんな険しい表情で言う言葉か。逆に発倒されそうだけどね。そのあなたの言葉に目の前の魔物は答えました。うふふ、その発言魔王様にチクるからね。なんかまんざらでもなさそうだけど、なんかちょっと笑っちゃって。あ、爪が赤い。爪赤いってことはやっぱあれか、凶暴な魔物の類なんかこいつは。あー、終了。え、今回も割と無事だったな。なんかあれだね、一人部屋と三人部屋で魔物が違ったね、種類が。あー、まあ面白かったな、すごい。やっぱいいねこれ。第3話、ちょっと一気に今回は第2話第3話と続けてやりましたけど、はい、次はじゃあ第4話なのかな。ということで、本日はこの辺りで終了したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.